なんかね海の中の写真撮ったりするらしいですよ。ちょっと私にはまだできない。何でしたっけ、なんとか水中カメラマン。そう、水中カメラマンって言うんです、うん、いやそんなに大げさなものではないですでも潜って撮るんですよね。うん、そうですね。でもあんまり お金をかけない趣味ばっかりなんで、はい、水中メガネだけなんですね。ああ、ちょっとその辺の話は具体的にまた聞けれるんですかね。聞けれるでしょうかね、はいはい、あとですね、実はバンド活動。あ、バンドも、はい、なるほど。なんか最初ミュージシャンっぽいって言ってたじゃないですか、何をされてるんですか。僕はベースで、まあ、コントラバスって分かりますか。こんなボンボンボンって、はいはい、バイオリンの大きい、はいはい、わかります。はい、もともと昔から楽器はされてたんですか。あ、もう中学校ぐらいからギターにハマって、うんうん、井上陽水フォーク、あー、それからその後ベンチャーズビートルズとちょっとロック系に行って、はいはい、レッド・ゼッペリンとか。でも高校の頃にはなぜか渋いジャズがもう聞くようになって、うん、もうジャズの音色とかが好き で、はい、で特にそのコントラバスの音が好きで、はい、大きくなったら弾きたいなと思ってたんですよ。なるほど。でも楽譜もさっと読んでボンボンって弾く感じ。いや、楽譜がそれがあのフォークロックから入った人って結構多いんですけど、うん、譜面が読めないんですよね。なるほど。だいたいそのコピーで、そうそう、耳コピーっていうんですけど、うん、耳で聞いて真似をするっていうところが進化していくと、うん、譜面の方が退化していく、ね、コードだけは読めるんですよね。なるほど。コードを見て、だからパッと渡されてもコードを見るととりあえず適当にこう弾くことができる。だからクラシック育ちの人と全く逆で、はい、クラシック育ちの方は譜面がないと弾けないって言うんですよ。そうですよ。だから耳でコピーしてても同じように弾けない、全く逆で、だからクラシック界の方と話するとすごく食い違って面白いんですよ。なるほどね。でも器用なんでしょうね。そうでしょうね。基本的にそういうのが何でもできちゃう。でも器用貧乏って言われますよ。もっともっと。はい。よろしいんじゃないでしょうか。はい。はい、じゃあ引き続き、はい、引き続きます。はい。いきます。はい。はい。西条まつりのホームページをね作られたということなんですが、はい、当然ご自身も西条まつりはお好き。はい、もうやっぱりあそこ西条市で生まれ育つと、うん、もう子供の頃からもう何かイベントごとにこうお祭りの話題であったり、うん、学校行事なんかでも文化祭学芸会とかはやっぱり祭り関係が出てくるから、うん、でね、西条まつりって当日2日間はもう祭り一色になるんですよ、街の中が。あ、全体がもう、はい、松山とかがお祭りの日に来ると、うん、まあ、普通日常であって、ね、おみこしが動いてるなってこう感じるんです、はい、うんうん、関係ない人がいますよね、うん、存在しますよね。そうなんです。だから自分にとってはそれが違和感で、祭りっていうのは、うん、祭りの日になるもんだと思い込んでたんですよ。なるほど。だから、ね、もう町中はそのポイントにはバッと集まるけど、それ以外は閑散として非日常なんですよ、うん、あ、なるほど、まあ、今はもうそうなんです。あ、今はもうですか、はい、で自分もそういう中で育ったから、すごくやっぱり西条まつりは自分の人生の中に大きなことで、うん、まあ、さっきホームページを作るっていうことで、うん、まあ、何か役に立ってるし自分もそれで楽しいなと思ってたんですけど、何かねこう祭りだというと県外に住んでる人とか、うん、海外に住んでる人はお仕事を休んで皆さん帰ってこられるってよく聞くじゃないですか、はい、うん、里帰りで里帰り、はい、お祭りだから仕事は休んで帰るみたいなのが当たり前みたいなのがね、はい、でもやっぱりそのホームページがあるといろんな情報がその離れててもキャッチできるし、あとそのお祭り好きな人って自分が一番好きだと思ってるけど、うん、他にも好きな人がいるっていうのが、その例えば掲示板とかね、情報交換でみたいな、そう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 、はい、うん、そういう場になるじゃないですか、うんうん、そういう意味では人の交流がそこで生まれてますよね、ホームページ上で。そうです。うん、やっぱりまあ、もともとこの仕事にな仕事がね、ウェブ制作になったのも、うん、そういう技術をこう学んでいくチャンス、うん、今でいうSNS とかの、うんうん、当時は BBS 掲示板って言ってたんですけど、そういうのから始まっていろんな仕掛けを作ることで、まあ、実際の仕事には役立ったわけなんですね、うんうん、だからその当時の掲示板っていうことで本当に世界中、海外の方ももちろん、うん、よく
来られてました、懐かしいなとか、パリからですとかいうふうに、うん、なるほど。じゃあ今でいうフェイスブックじゃないですけど、うん、もう祭りブックでも作っとったらもう藤田さんザッカーバーグぐらいになってたんじゃないですか。本当よ、ね、まあ西条祭りといえば何を食べるか気になるでしょ。ええー、僕らあんまりピンときませんからね。全くピンとこないけどね、はい、ちょっと西条の美味しいものの話を来週は聞きたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あのあれですよね、祭りから仕事に、うん、何だったっけ、忘れてるなと。ライブ情報も言わなかったんで、うん、大丈夫です。後で入れましょう。入れますか、はい、じゃあ23日に紹介できるライブ情報あります、ね、23日もあります。ありますね、はいはい、じゃあそれを最後に入れたいと思います、はい、じゃあもう行きます、はい、大丈夫ですかね、大丈夫、はい、あ小出さんもいいですか、はいはい、どうぞ、はい、では3月23日放送分藤田さんの2週目です。はい、今週のゲストも藤田電機株式会社藤田正樹さんです。こんばんは。こんばんは、はい、よろしくお願いします。お願いします。西条祭りのね、はい、まあ、あの中心人物、なんかあのホームページもね、はい、早くから作られてたみたいで、いや中心人物というわけではないですただあのファンサイトですね。あ、ファンサイト、はい、ファンサイトの中心人物です ね、はい、西条祭りと言われてもね、うん、私たち周囲の人間にはまあ賑やかだなとか熱心だな、正直テレビでしか見たことないです申し訳ないですけどす、ね、はい、ただ現場はすごいことになってるそうです。なるほど、はい、どういう感じでどういうものみんな食べてるんですかね。飲み食い、ね、自分にとっては当たり前の世界だったわけなんですけど、うん、やっぱり他の市外の人と話すとびっくりされるようなことが多いですよね、うん、まあ、とにかくアルコールですよね、漬け、アルコール漬けが多いです。2日間ですよ。から何のアルコールなんですか。本来は日本酒、ね、日本酒、はい、やっぱ酒どころですよね。あ、ですね、こうね、多分当時当日だんじりとかが通るでしょう、うん、通った後にあの日本酒の匂いがプーンとこう後をついてくるっていう、ね、香水かのように浴びてるんですか。ですね、それに近いですね。やっぱりあのなんていうか、あんまりこう良くない話なんですけど、一升瓶を片手にこう、うん、若い子がラッパ飲みしてるって、で、まあやっぱり風紀上も良くないことなんですけど、うんうんうん、なんか一つの文化だなと思ってるんです。なるほど。これ人数の規模で言うと一つの屋台が100人ぐらい登録の、はい、そのまあ、いわゆる屋台がいくつぐらいあるんでしたっけ。そうですね、西条市全体だと120を超えてると思います、ね、だ100人かける120が酔っ払いよ2日間そりゃみんな酔っ払うわね。何を食べるんですかその人たちは。あの、ま、いわゆるまかないって言いますか、うん、で芋炊きじゃないの最初。芋炊きはこの時期は、まあ、芋炊きのところもあります、うん、各その、まあ、自治会が運営していることが多い、うん、青年団とかね、うん、でもそのみんな決まりないのでいろいろなんですよ、うん、だからあのカレーとかね、はいはい、おでんとかうどんとかよくあるね、はい、そういうのを炊き出し の、 あ の、 あの奥様方たちが女性が、ね、はい、裏方でやってくれてますよね、はい、だってねお店ご飯屋さんも休みなんだもん。あ、そうか、みんな出るから、そう店も機能してない、街が機能してない、ね、そうなんですよ。なるほど。今でこそねコンビニとかファミレスとかあるからいいんですけど、うん、昔はもう本当に何にもない、食べに行くとこがない。そうかそうか、そういうことですよね、うん、早い話が。女性は大変ですよ本当、女性の祭りとも言われてたそうです、ね、うん、そうですね、やっぱり裏方で ですよ、ね、やっていただいて。戦争みたいなもんですよ。あの家に帰ると、まあ、疲れて家に帰るとこう渡りガニがあると。渡りガニ、はい、なぜ渡りガニなんですか。なぜでしょう、やっぱりとその頃ってあのそういう渡りガニが取れる時期なんじゃないですか、その日内灘 西条あたりの海。あ、地域の、はい、西条祭りといえば渡りガニなんですか。そうですね、一番はやっぱ渡りガニですね。ちょっと初めて聞きました、ね、直前になると値段もこう高くなって。あ、そうなんですか。それをつまみに、つまみに、はい、あのまあ祭りの家の料理みたいな感じですけど、その運行中は、うん、まあ、カニとかこう食べられないですよね、うんうん、まあちょっとねせせかましいですよね。もう疲れて帰って家に帰ると、うん、今日はカニだっていう感じ。いい祭りですね、なんかね、わかんないね、はい、美味しいものがあって、でもちょっと酒臭いっていうのはなんとなくイメージできるような気がしますねちょっとね、はい、西条祭りはあの
夜中というか朝方からなんですよね、はい、で一つの神社磯野神社とかだとだんじりが80台ぐらい集まるんで、もともとは夜明けとともに宮出しっていうのが行われるんですけど、80台が揃った状態で宮出しをするために、うん、だんじりが前もってこう入っていくためには、うん、最初のだんじりは12時ぐらいから入るわけなんです。はあ、なるほど、大変だ。今気がついたけど、はい、神事だよ、ね、そうですね、飲み食いじゃなかった。そうなんです、はい、フェスティバルではない。失礼しました、はい、今でこそばそういう結果ではありますけど、本当はその神事なんでしたね。不謹慎なこと言いました。いい、はい、はい、じゃあ後半いきましょうか。はい、いきます。ではそんな西条まつりの藤田さんなんですが、はい、最後の晩餐、うん、明日死んでしまうとしたら何を食べたいですか？はい、そうですね、まさかカニじゃないでしょうね。カニもいいんですけどね、でももう最後に、最後って言われると、はい、とにかくもうビール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 でいいですか？ビールでいいです。出ました、初物ですね、ビールそう、何かお好みの銘柄はあるんですか？やっぱりあの西条人ですので。あ、西条のあの有名なビールですね。なるほど、はいはい、ビールを普段からお好きなんですか？はい、好きですね。なるほどね。やっぱあの喉越しってたまりませんね。なぜ神様はあんな飲み物を作ってしまったんだ。出た。そうです、それぐらい最後の晩餐でビールいうのも、死ぬ前にも飲みたいかな。なるほど、いや、まあ、できることならあの風呂いっぱいビール貯めてこう、はい、使って溺れたいですね。ビールで溺死みたいな。あ、そのそれがいいんじゃないですか。それがいいんだって。どうせ最後の晩餐なら、はい、なるほど、でもちょっと、まあ、僕酒飲みじゃないんですけど、ビールだけあえて言うならば、おつまみはあえて言うならば、まあ、ビールを引き立ててくれる食べ物であれば何でも何でもいいです。あ、もう主役はやっぱりビールだよと。そうです。なるほど、普段はその外でお友達と飲むのとお家で飲むのとどっちが多いですか？やっぱりどっちもどっちなんだ。やっぱ飲む機会も多いんですけど、いろいろ顔出してるもんで、ですよね、おいしい、あのみんなでワイワイ飲むのももちろん楽しいんですけど、まあ、一人で家でチビチビやるのも大好きなんです。あ、両方もう何でもね、とにかくビールを、ビールがあれば何でも与えてくださいっていうことですね。いいですね。そんなあの藤田さんなんですが、ライブのいわゆるのバンド活動のね、はい、なんかライブのイベント情報なんかあれば教えていただけますか？せっかくね音楽されてるんですから、うん、はい、いろいろ、あるんですけど、はい、今度そうですね、4月の7日はい、4月の7日、お昼に僕が参加している、悟空トリオっていうグループがあるんですけど、はい、そのグループで西条の国道11号線沿いにあるストーンギャラリーっていうところで、はい、あのライブがあります。ライブというかあのイベントの中で演奏させてもらうっていう、うん、あの国道走ってるとモアイがあるんですけど、ありますね、うん、あそこです。あ、え、何時からですか？これは昼の1時。あ、はい、でたまたまその日の夜19時からあの西条のショットバー、うん、あのバーのセカンドチャンスっていうお店で、うん、はい、今度はよろずやっていうグループに参加してまして、いろんなバンドを掛け持ちしてるんですね。そうなんです、なんか数えてみると5つぐらいかな、うん、すごいですね。さすが祭り人ですね。本当ですよね。そうつながりますか。いやいや、だからやっぱりそのウェブのね仕事って割とこういうオタクっぽい感じするじゃないですか、はいはいはい、だけどすごくこう人と関わってる、アクティブに ね、うん、ところがなんかこう活躍の秘訣なのかなと思います。はい、はい、じゃああまりビールを飲みすぎないようにしつつお体には気をつけて、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。大丈夫だと思います。はい。今日3月のイベントだ。